グックスハーゲンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州北部シュバルムウェーダー、軍に属す、町村である。グックスハーゲンは、カッセルの南約15キロメートル、ハービヒツバルト自然公園とマイスナーカウフンゲンの森との間のフルダ川沿いに位置している。グックスハーゲンは、北西はバウナタール、北はフルダブリュック、北東と東はゼイレバルト、南はケルレ、 南西はフェルスベルク、西はフルダとエーダー川とを挟んでエーダーミュンデと境を接する。グックスハーゲンは以下の地区からなる。ブライテナウ修道院この地域での定住は新石器時代に遡る。エレンベルクには戦士時代、紀元前1800年頃の装飾を施されたメンヒルが発見された。ブライテナウ修道院は1113年にベルナー4世。 フォングル人ン,ンによって創設された。1119年に、修道院長、ドルドビンと共に、ベネディクト会修道士が、シュバーベン地方、ナゴルト川沿いのヒルザウ修道院からここに移った。1526年のヘッセンホーハクフィリップ一世による宗教改革の影響で、ブライテナウ修道院は、1527年10月に廃止された。グッスハゲンは年に、 プロテスタント化されたのである。クックスハーゲン集落は、1352年に、クックシェーンという表記で、初めて文献に記録された。クックシェーンの住民ベルナール・フフスが、ブーキンワード村の農地をブライテナウの新人部会、兄弟や人々に譲渡したというのである。この集落の名前は、時代とともに、クックシェーン、ガキシェーン、グチャン、ガクセイン、ガックスジアシェイジェン、 学ガックスヘイガンと変遷した。1513年、オーバーホーフ付近に礼拝堂が建設された。1579年には、初めて人口に関する記述が残されている。当時、この村には74世帯があった。最初の学校は、1596年に記録されている。1601年から1850年まで。 カッセルとヘルスフェルトとの間のフルダガーで船舶による航行がなされていた。30年戦争では1626年にブライテナウ修道院がバイエルンの将軍ティリーハク・ヨハンセルクライスの軍勢によって略奪された。教会の3つの金と図書館は強奪された。グックスハーゲイも略奪と破壊を受けた。 1637年から1640年までは、ヨハンルートビヒヘクターフォン・イゾラーニが率いる、クロアチア軍に占領された。1640年に、オクタビオ・ピッコロ・ミーニがこの村に来たとき、修道院の建築軍は、教会、礼拝堂と、石像建造物を残すだけとなっていた。それ以外の建物は消失していた。修道院の建物は、その後、 旧社や穀物倉庫として利用された。1756年から1763年の7年戦争では、また新たな破壊がなされた。共同体の森であるハンツフアとは、半分が切り倒され、焼き払われた。修道院施設の一部と、橋は破壊された。1840年に隣村に通じる、敷石のある道が整備された。 1845年7月1日にマインベーザー、鉄道の建設が始まった。この工事は、ベルギー人エンジニアフランツ・スプリンガードによってなされた。はじめにシュティークベルクのトンネルが着工された。1846年には7000人の労働者が、この鉄道建設に従事した。この鉄道のグックスハーゲン、ベーブラカンは1848年9月18日に、 営業を開始した。カッセルビルヘルムス平までの区間は、グンタースハウゼンの橋梁建設によって1849年12月19日に開通した。この路線は初め単線であったが、1873年、1874年に複線化された。不仏戦争の間、1871年には750人のフランス人戦争捕虜が、 ブライテナウ修道院に収監された。1883年から1884年に、グックスハーゲンとブライテナウとの間の古田川に橋が架けられた。古田川の橋が建設されるまでは、両集落間の往来は、都政や都省によっていた。1890年にこの町で、最初の薬局ができた。水道の工事は1900年頃に始まった。1914年、 ブライテナウ修道院の近くに新しい水車が建設された。この水車は1916年、1917年から2機のタービンで発電を行い、1920年代までブライテナウの他にグックスハーゲンにも電力を供給した。1935年から1937年まで現在の連邦アウトバーン A7 号線にあたる帝国アウトバーンが建設された。 しかし、グックスハーゲンに、公式のインターチェンジが設けられたのは1973年12月20日になってからであった。ブライテナウ強くの地は、かつてのブライテナウ強制収容所を記念したものである。それは、ブライテナウ地区の修道院の90分の1税倉庫、現在の精神科病院の敷地内にある。しかし、グックスハーゲンの調整当局は、 かつての強制収容所所長の名前にちなんだハインリヒ・クリマー通りという名称を解消するための手段を何一つ講じていない。日刊誌、ディベルトのインタビューの中で、このユダヤ人迫害に関与したナチス幹部に対して多くの住民が強い敬意を口にしている。1964年から1965年にミッテルプンクトシューレが建設された。 この学校は1971年に統合型総合学校となった。1971年から1972年に最初の幼稚園が作られた。1985年には大きな体育館がクックスハーゲンに作られた。バイパス道路の建設に伴って1980年から1982年に修道院の南側に古田川を渡る新しい橋が架けられ、 グックスハーゲン墓地までの道が建設された。この道はグリフテ、グックスハーゲン、ケルレの各地区を互いに結んでいる。1990年には墓地からシュティークベルクまでの区間が完成した。アイス高速鉄道の路線は、1986年から1991年までの間に、グックスハーゲンとボルローデとの間で建設された。現在の自治体グックスハーゲンは、 1970年代のヘッセン州の地域改革に伴って、それまでのグックスハーゲン、アルプスハウゼン、ビューヒエンベラ、エレンベルク、クレーベナウ、ボルローデが合併して成立した。グックスハーゲンの町議会は31議席からなる。グックスハーゲンで直接選挙により選出された最初の町長は1994年から2003年までこの職にあった。 インフリート・ベッカーであった。ベッカーは、その任期終了後、シュワルムエーダー軍の副軍長に就任した。ベッカーの後任には、2003年3月30日に、無所属のエドガー・スラビクが選出され、2008年11月2日の選挙で再選された。ベッケベルク・クックスハーゲンでは、他の周辺地域と同様、伝統的な北ヘッシセン料理が人気である。 特に以下のような肉料理、ソーセージが揚げられる。これらは、現在でも一部は、家庭で作られる。また、典型的でとても人気があるのが、この町で供される修羅派定市線である。グックスハーゲンは、連邦道 B83 号線と、連邦アウトバーン A7 号線に面している。この町は、北ヘッセン交通連盟に加盟しており、町内でデマンドバスを運行している。 フリードリ・ヒビロ・ヘルムス北鉄道に面した駅はカッセルのレギオトラム及びカントス交通会社の近郊列車が発着する。ヘッセン州の古田自転車道がこの街の中央を走っている。この街には基礎家庭学校が1校と総合学校が1校ある。グックスハーゲンとエレンベルクには調律図書館がある。ありがとうございます。